サイは投げられた。さあ、ゲームを始める準備はいいか。喧騒者の空前しか。何の価値もない。かけよう。このゲーム。僕が勝つ。僕は死をも乗り越えてみせる。全てを。孤独の王に。さあ、最後まで笑っていられるのは誰かな。ゲームスタートだ。素晴らしいと、さようなら。皆そこで深淵を迎えよ。協調よ。礼儀がなくて、落ち着いて。砲丸は消化脅威。人類をなす。さようなら。優美な身構えですね。はっ、落ち着いて。最悪の誓い。たとえ逆境に追いやられた、人は希望があるとかけ続ける。君たちが持つ可能性は、僕が全力を出すに値する。終局は空から落とす。生命を占いましょう。どうよ一体。素晴らしいと、さようなら。運命の手の針、いずれ風に吹き落とされる。立ちなさい。オール・オア・ナッシングで運命を変換。呼吸するその神技術覚えてな。何が知りたい。落ち着いて。不利などない。消化脅威。立ちなさい。根は戻る。みんな同じだ。どうして。もっと思い切って生きられない。スロープレーか。わざとらしい。イラつくな。思いっきり楽しむために、すべてのチップをかけよう。理性を捨ててこそ本当のゲームができる。罰するのか。ああ、もしかしたらあなたの言っていた場所に立ち寄るかもしれない。リノコニーか。夢の中で何を探したいのだ。何も探すつもりはない。それらは
夢の中にはないからだ。おそらくファミリーは君を受け入れないだろう。なぜだ。君が歩んでいる道は調和とは相入れないものだからだ。それが私の望んだことではないとしても。それが君の望んだことではないとしてもだ。何しろソは他のアイオンとは違うからな。ソは誰にも目を向けたりしない。誰かに目を向ける必要もない。ソは運命の糸を残し人々を歩かせ、共に巨大な影を織りなしている。その影の中から戻ってこられる人もいるだろう。彼らの大半はその影の一部となったのだ。あなたの目には私も同じように映っているのか。君にはまだ少し色彩が残っている。だが多くはない。それで十分。それが完全に消える前に私は虚無の果てにたどり着く。涙雨降りて溢れる渡り。読み字を焼けず床よ帰ろ。ここはどこだ。巨大なブラックホール。海、成功したのか。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。ブンダネット行こう。あなたの幸運は私たち、全てのエビ賢人にとって最も貴重な宝物なの。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。富、地位、権力、カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、全てを与える。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。残念だが、ここはあなたが期待している場所じゃない。虚無なのか。あなたから見れば私は正体を隠した司令かもしれない。眠る無双者は誰かに目を向けたりしない。祖は姿形を持たず意志もない。虚無は平等に全ての人を包み込む。ただ一部の人々は祖の影の下でより遠くへ行き、より多くの無に染まる。それだけだ。それだけって。君の言葉は本当に、つまりここが僕のゴール、死後の場所だってことか。これは一瞬で過ぎ去る夢。
無数にあるイックスの姿の一つ。虚無が見守る中、私たちは短い時間ここに留まり、やがてそれぞれの進むべき方向へ向かっていく。僕の死は決まっているみたいだね。あなたがそれを望んでいたとしても、私には約束できない。目的が達成されたなら、あなたはもっと正直になるべきだと思うが。どういう意味かな？遊園地でのあなたのショーは虚勢に満ちていたが、とても面白かった。単純だが実践的な技法でほとんどの人を騙してみせた。あなたがここまでの労力を払い、自分の命までかけた理由が、かつて否定されたとされる事実を。ピノコニーの無境に本当の死は存在しないという事実を再確認するためだったとは誰も思わないだろう。どうして僕がそんなことをしなくちゃいけないんだ？そうしなければ、あの連続殺人事件以上に隠された秘密に触れることができないからだ。夢の中の死を利用してこそ、そこにたどり着くことができる。この宴の中で、人々が常に探し求めている約束の場所、時計屋の遺産、本当のピノコニー。どうしてわかったんだい？私も予想していなかった。まさか偶然知ったあることが全てをつなぐ鍵になるとは。それはあの人の正体だね。あなたも事情を知っているようだな。確信はないけど、その可能性に賭けたいと思ってる。殺人事件はいい口実だけど、それだけじゃ不十分だ。ピノコニーで実際に 1,2 件程度の殺人が起きたところで、影響を受けるのは一部の人間だけ。世界に波紋を広げることはできない。この美しい夢は大海原じゃなくて孤島なんだ。ファミリーは調和を利用して高い堤防と壁を築き、人々が大海原で溺れないように守ってる。同時にこの死を隔てる壁を使い、知られざる秘密を深海に葬った。苦痛も死もない美しい夢の中では、その秘密は永遠に日の目を見ることはない。ただし誰かが壁の向こうへ行き、生きて帰ってきたなら放つ。そう。そして誰かがそれを成し遂げたんだ。ヒントは早い段階で手に入ってた。口の聞けない人が声を出せない人を指していないなら、あとは言葉を話せない人以外にありえない。深海から生還したもののステージに立って話すことができない人。彼女が今も無事にピノコニーにいると知って嬉しく思うよ。ヒント？証拠じゃないのか？残念だけど証拠はないんだ。僕の推測を裏付けられるのは、ファミリーが死に直面した時に見せる誠実さだけ。彼らは部外者に対してとても寛大だけど、寛大すぎて逆に何か隠そうとしているように見える。真相を解き明かすには証拠がいるけど、何かを疑うだけならそんなの必要ない。僕にとっては後者で十分なんだ。あの記憶行きミームを見つける必要はない。ただあれと同じように僕を殺せる
誰かがいればいいのさ。私にはあなたは十分な確信を持てていないように見える。わざわざ全体放送を流してより多くの人たちを巻き込もうとした。それはあなたが誰かが壁を打ち破る可能性に賭けていたからじゃないのか。あなたは確かに幸運で、運命は私たちの道を交わらせた。そして幸い私は刃物を持っている。美しい夢の幕を切り裂き、あなたの調和の烙印を一刀両断できるほどの鋭利な刃を。あなたは狡猾だな。わざと私たちが対立するよう仕向け、他人の前で指令という言葉を繰り返し、私を引き下がれなくして刀を抜かせた。だからこそあなたは勝てる。時の運と策略はどちらか一方が欠けてもダメなんだ。あなたの計画では常にカンパニーが勝者となる。たとえ最後に賭けに負けたとしても、ファミリーにとって死者の命は大きな損失につながるものだからな。大きな賭けだと思うだろう。でも一つ間違いを指摘させてくれ。カンパニーは必ずしも勝つとは決まってない。ある重要なことにおいて僕には退路がないんだ。性格を爆発させることは僕にはできない。粉々になった砂金石じゃ僕がステージから退場するときに身を守ることすらできないだろう。もし君が最後まで刀を抜かなかったら、僕は全てを失うことになる。もしを話していても意味はない。あなたは勝った。あなたはその深海へ行くチケットを自分の手で勝ち取ったんだ。この後深淵から戻って来られるかどうかは次の大きな賭けになるが、あなたは一度も迷ったことはないのか。迷ったことはもちろんあるよ。でも僕は自分の幸運を信じるしかないんだ。それ以外僕には何もないからね。この夢から覚めたら行くべき場所に行くといい。あなたの賭けはまだ終わってないからな。別れる前にもう一つ質問に答えてもらえないか。その道を歩む人として教えてほしいんだ。どうして僕たちは死ぬためにこの世界に生まれてくるのかな。そんな風に思ったことはない。あなたも同じだろう。でも虚無は僕たちを、全ての人々を包み込んでるじゃないか。だからこそそれには意味がないんだ。でもそれはまだそこに存在してる。もし運命のダイスの目が死刑で埋め尽くされていたとしたら、それこそが僕たちの運命の帰結だ。私の答えはあなたの迷いを解消できないかもしれない。それはあなたと共にずっと歩んできたもので、すでにあなたの人生の一部になっているから。だがあなたは睡眠は死の予行演習、生命体はなぜ眠るのか、それは僕たちがまだ死を迎える準備ができていないからだと言った。ならあなたも理解しているはずだ。私たちがどうして準備しておきたいと思うのかを。
仮に結末が決まっていたとしても、そんなことはどうでもいい。人には変えられないことがたくさんある。だがその前に、結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして結末はそれによって全く異なる意味合いを見せる。自分のポケットを見るといい。あなたの友人はとっくに答えを渡している。幸運を祈る。じゃあ僕も行くとするかな。お兄さん、行っちゃうの？やっぱり最後はこの無境から出ることを選ぶの？ああ、ここには彼らがいないからね。父さんも母さんも姉さんも。じゃあその人たちはどこにいるの？みんなが行くところにいるんだ。遠く遠く離れた場所にね。お兄さんもそこに行くの？うん、いつかは行くよ。でも今じゃない。いつかまた空から雨が降る日が来る。そして地母神の声が聞こえ、運命の時が来たと悟ったら、僕は家族に会いに行く。だからその時が来る前に準備をしないといけないんだ。何の準備？彼らに会うための準備だよ。カカワーシャ、彼らの誇りになるんだ。うん、お兄さんならきっとできると思う。頑張ってね。ああ、もちろん。僕は地母神の祝福を受けた子だからね。でもまだ緊張してるみたいだけど。僕もそう思う。僕を助けられるのは君だけかもしれないな。カカワーシャ、最後にもう一度手のひら合わせをしないか？もう行くの？ああ。地母神が三度瞳を閉じますように。その血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。僕たちはカカワのオーロラの下で再会する。さようなら、カカワーシャ。金石の光が消えた。これが表す結果は一つだけ。彼は約束を果たした。そして望みを叶えたのね。計画通り、あなたの奇跡はファミリーのテリトリーに届けられました。次は私たちの役目を果たして収穫を始めましょう。私が謁見し、私が酒を注ぎ、私が奪う。私は甘露に毒を授け、春に種をまき、
秋に収穫する。枯れた果実が枝いっぱいになるまで私は耐えて待つ。すべてを琥珀の王に。